世界の皆さんこんにちは、光ニオです。でここはですね、東京都八王子市の小仏というところになりますね。八王子に住んで結構長くなりますが、小仏くんまで来たのは初めてになりますよ。でこの辺りのマップになりますね。 2.5km 行くと小仏峠になってということで、現在地がここになります。でここをずっと小仏梅園に、ここの梅の花があるのが小仏梅林ということになるでしょう。で、あそこの方に木下沢梅林があってということで、高尾梅郷散策案内とありって、小仏バス停から先の木下沢梅林までが約27分あるということで、トータルであるとすると、歩くとすると何分だ、30何分、1時間今日は歩かなきゃいけない、そういう計算ですかね。とにかく高尾駅北口行きと高尾山口行きのバスがここから出ているということで、とりあえずはここの小仏の梅林を見たい感じでしょうかということでございますね。あそこにあるのがトイレということで、上の方にあるのは圏央道ですね。向こうの方にあるのが、向こうの方にあるのが小仏梅林でしょうか。今日は3月の12日で、昨日の3月11日と2日間にわたって東京都八王子市の高尾のエリアで高尾梅郷梅祭りというものをやっていて、その高尾梅郷梅祭りの様子を撮る目的で、裏高尾の周辺にで梅の動画を撮っているわけですね。で今現在はバスで小仏まで来て、小仏のバス停からずっと歩きながら梅の様子を撮ってる感じになりますか。この辺り一帯が小仏梅林ですかね。ずっと下の方に中央線の線路があって電車が走っています。見えましたかね。向こうの方に梅が咲いていますね。梅が咲いています。今回の動画の主役は
梅祭りということで梅の花が主役ですね。電車が走っています。あの電車は何だった？特急か？特急っぽいですね。下の方には川が流れていて、川の向こうに中央線の線路があって、梅林かどうか分かりませんが、その線路に沿う形で、線路と川に沿う形で梅がざーっと咲いています。今現在通っているのは旧甲州街道ですね。旧甲州街道の沿道に一万本の梅が割っているということで、ワンちゃんです。あのバスは普通のバスじゃないのかな。どのあたりが小仏梅林なのかはわからないけれど、ともかく小仏のバス停を出発してずっと歩きながらこのあたりの梅の動画を撮影していますね。今現在は昔は愛媛県の宇和島市に住んでいて、東京都の八王子市に引っ越してきて、それなりの年月が経ちましたが、まあぶっちゃけた話、小仏南渡というところに来たのはこれが初めてですよ。どっちに転んでもあれですよ、YouTube の動画を撮っていろんなところに撮影行ってってそういうことをやってなかったらこういうところまで気はしないですね。まあ本当にあれだ、 YouTube の動画を投稿し始めてもう3年過ぎて、今年の11月が来ればもう丸4年になるわけですが、この3年強の間に本当にいろんなところに来ましたよ。つって交通費がかかるのでそんなに極端なところに行けるわけじゃなくて、遠くに行けるわけじゃなくて行ける範囲でということです。まあ、あとツイッターをやっててその関係でフォロワーさんが4000人4000何百人いて、そのフォロワーさんの中には ローカルヒーローとかもフォロワーさんにいて、その関係でそのローカルヒーローのショーに行って動画を撮ったりとか、そういうことも
したりしたんですよね。川が流れてますね。清流が流れています。向こうにあるのは中央線の線路ですね。まあ小仏梅林に行って小仏梅林の動画を撮影したかったんですが、どのあたりが小仏梅林なのかよくわからなかったので、小仏のバス停のところを出発して、この道の沿道の梅の花の動画を撮りながら歩いていますね。小仏行きのバスが来ます。2台続けてきますね。この辺り一帯は浦高尾町ということで、梅の里入り口、まあ天気に恵まれてのどかですね。本当に ここはレンガアーチというところらしいですね。このアーチの上のところを中央線が走っています。小さい滝がありますね。まあずっと坂が続いてるわけですが、下りだから結構楽でいいですよ。上り坂をずっと登っていけっていうんだったらうわーという感じになりますが、下り坂なのでいい感じですかねーと。向こうの方に中央線の電車が走っていきました。
登山届提出箱。ここから登山道になるのか。向こうの方に圏央道がありますね。向こうの方に圏央道があります。上の方にあるのは梅林なのかな。あそこにトンネルがあって、トンネルの下は川になってますね。藤棚一杯400円。日陰か。そんなに目もないと思うし、現在は東京都八王子市の小仏のバス停からずっと高尾の方向に向かって歩いています。で、梅を撮影しながら小仏から高尾の方向に向かって歩く動画を撮影していますが、もうそろそろこの動画も終わりにしますかという感じですかね。あそこにあるのは釣り堀ですね。ルアーフィッシングとかの釣りができる釣り堀のようです。3月の12日で、昨日の3月11日と3月12日の2日間にわたって高尾梅郷梅まつりというものをやっていて、その高尾梅郷梅まつりの関係で梅の花とかを撮影する動画を撮りに来ています。と、藤棚という
要するにこういうことですね。で、小仏梅林を見たかったわけですが、具体的に小仏梅林がどこなのかがちょっとわからなかったのでという感じですかね。木下沢梅林に行けばよかったんだろうけれど、木下沢梅林のところに行く道をちょっと間違えたようですね。残念無念。バスが行きましたーんと。高尾山口行きのバスです。バス停か。今何時ごだっしょ。3時か。3時。とりあえずこれで終わりにしますわ。これで今回の動画はとりあえず終わりにしたいんですね。ではでは。ちょっとだけ梅の花を取ってと。